さて、本日もチェンノブライトを続きプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。さてね、前回主人公のイーグルね、アントン・オリビエと呼ばれる、傭兵かなと一緒にチェノブイリのね、原子力発電所に侵入してたんだよね。で、主人公は30年前にね、姿を消した、婚約者ね。ちょっとね、動画中に妻って言ってたけど、よくよく見るとね、婚約者をの行方をね、探すために、このチェノブイリに戻ってきたわけだよね。そこでね、いろんな幻覚とかを見つつ、いろいろ調査とかしてるうちに、謎のね、国威の、ちょっと、よくわからんやつに、いきなり追われて、でね、一緒に来てたアントンは撃ち殺され、で、オリビエかな、は負傷し、で、主人公はね、チェンノブライトっていう、ちょっと鉱石を使った異次元空間に逃げてって、でそこでね、一応逃げられたんだけど、そこで終わってたんだよね。なかなかちょっとね、ぶっ飛んだ感じだけどね。チェンノブライトね、やっていきましょう。いやー、謎の装置でね、ワームホールをね、開くことができるんだよね、主人公ね。それで、この空間にね、逃げ込んだわけです。行きましょう。オリベル、куда ты делся、オリベル。ちょっとチャプターのとこ戻っちゃったかな。そう、オリビアね、オリビエ。ここでオリビエさん。何だったんだ。послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон. Антон был. いい男だったよ。хорошим парнем. 死んじまったけどね。откуда мне знать?チェンノブライトの負のエネルギーで瞬間移動してた。そういったエネルギーがあるんだね、チェンノブライトね。чтобы это подтвердить...Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины. Соединяющие две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо.ミハイルの拠点の近くに出られるはずだ。Значит, там そこで会おう。Ох, моя рука. Прямо изнутри. オリビエも撃たれてますからね。黒い仮面野郎ね。アントンの敵。ちょっとあそこから私も出たいけど、これ飛び移れないよね。あ、閉じちゃったかな。この得意点を結ぶワームホールの空間って、主人公は一応科学の教授って言われてたからね。あー、びっくりした。あー、おーおーおーおお。это место раньше было совсем другим。оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу。тебе придется снова изучить его。どういうことなんかな。主人公の妄想なのか、それとも本当に聞こえているのか、そこもまた気になるところですよね。さて、お、本当に瞬間移動してる。チェンノブイリ朝1日目なんだ。ちょっと待てよ、ここはどこだ。です、放射能特異点が現実を裂いていく。それふっかにリアリスティやすのぼえていリアリスティプラウドオチンクロッカヤヴレメノイスホイトについて大丈夫これ、やばいじゃない。うわ、なんか放射能がまずい、放射能がまずい。こっちまずい。放射能まずい。ちょっと待って。こっち放射能まずい。放射能まずい。放射能まずい。ちょ。うわ。
あ、放射能ゲージはまずいな。目的地向こうなんだよな。行くしかないか。すっげえコントローラーブルブルしてる。放射能が。おお。なんか物資ないかなって、こういう時もこういう時でさ、なんか物資のことを考えてしまう。で一応ね、チェンノブイ結構ホラーなんでね。おい、もういや、もういや、もうバカじゃないの。前回の時はライブ配信だったからさ、そのちょっとこうホラー感がさ、そしてないっていうか、配信でやればちょっとリアクションっていうか、コメントのリアクションでいるからさ、多少こう和らぐんだよね、ホラー感がね。でもね、一人だとさ、もう部屋の電気つけて、お部屋を暖かくしてプレイしないと、これやばいね。うわぁ、もうチュートやるかよ。くそ、ジャンプジャンプ。汚染エリアに長くとどめつけた。イベントへの放射能除去薬を、使って放射能汚染度を下げよう。OKOK。これか。放射能除去薬。ラッタウェイだね。OK。ヨウ化カリウム DTPA、GH レントリアン。なんじゃわかんねえ。体内の放射能物質を排出を促進。へえ。極リンコ。おいしい。なんだなんだなんだ。やばいやばいやばい。ちょっと待って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 。え、チェノベットこんなホラーだったっけ。こんなホラーだったっけ、このゲーム。Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Понял? Меча хора, но, что? Что? Найф, да? Най, не? Ябай.本当にやばい。あ、なんか安心する感じになってきた。薬草だ。環境分析機のデフォルトで範囲内の素材をアイテム全てをハイライトするが、フィルター機能で特定のカテゴリーのアイテムだけをハイライトすることもできる。 L2 を長押しして四角三角を押して薬草を選べば、医薬品の作成に使える、草を見つけやすくなる。別にいいわ、全部見る状態で十分十分。あ、でもやんないといけないっぽいな。はい、普通の全てを見れる状態にしたいな。その他、薬草選ばないとダメ系かな。はい、薬草十分な砂玉なんで、怪我をしているわ。У меня нет аптечки. Может получится приготовить что-нибудь на костре. Какие ко? А でもなんかいろいろありそうだな。あったあった。こういうの集めてね。よいしょ、お薬を作るわけですよ。まあいろんなサバイバルゲームありますけど、同じ感じかな、やっぱりこう薬草を集めて。
そしてよいしょ、いろいろ作っていく感じ。ちょっとフォールアウト感あるよねやっぱね。聞きどこだ、にしてもこのやっぱしこのちょっとこう終末世界観いいよね。でもあくまでこのゲームチェノブライト、チェノブイの範囲内だからね、まあ、このチェノブイで出たら普通の世界が広がってるんだろうな。お、焚き木があったな。でも焚き木に行く前にやっぱここに取っちゃうよな。お、あるじゃねえか。ここ開く？届かねえ、くそ。見ちゃうよねやっぱり。探索ゲーはやっぱ楽しいね探索ゲーはやっぱ楽しいな。よし、 OK で、ここでクラフト開始。除去の軟膏、安らぎの塩、精神、癒しの軟膏を作りますか。作るだけ作っとこうか。 OK で、使用可能なアイテムは自動的にクイックアクセスメニューへ追加される。なんだこれ。あ、方向キーで作ったばっかりの薬を選択し、バスですぐに使用することができる。イベントリーからアイテムをクイックアクセスメニューへ再割り当てすることもできる。どうも。よし、オッケー、HP 回復。あー、帰りてこのまま日本に。こっちでいいのかな。なんかシェルターっぽいけど、ここ。あ、物資ありそう。ないんかい。ザ・物資の山みたいに見えるけど、ないのか。こういったものもさ、やっぱり 3D スキャンしてるってことも。Так, чтобы я видел. Пароль. Айкотова, 思い出そうとする。思い出そう。Да погоди ты. Не могу думать, когда в меня целятся. Игорь. Игорь. Ностальгия, пароль. Ностальгия. Ностальгия, ты же сам его придумал. Антон Андро. Ладно, заходи.Игорь, ты же у нас на все руки мастер. Осмотрись здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Скажи, что-то мне. Это твоя стихия, милый. Антон, время сотворить порядок из хаоса. Антон, как сжёг меня. Улипи, уде, дайжобка? Нака, уде, мон, план, план, дакедо, сре. Дайжоб, сно уде. Что-то ирото, сагасте имаска.あ、出た、ほら。基地を再建。出た。建築モードでは、前に建てた設備を三角を押してマーキングしたり、解体して素材を取り戻したりできる。周りに落ちている瓦礫を打って試してみよう。ほう。あーね。すげえ。でもなんかこのさ、瓦礫ある感が俺好きなんだけど、逆に。ダメ、このままじゃ。でこの瓦礫ある感が好きなんだけどな。ダメですかね。ちょっとじゃあここら辺行こうか。スクラップ。 OK、 次は作業台を作ろう。より高等な設備をアンロックする、最も基本的な設備だ、基地アップグレードカテゴリーを選択して×ボタンを押し、詳細を表示させよう。そして建造2で同じアクションを繰り返そう。OK。これで、あ、周囲を歩き回って設備を建てられる場所を見つけよう。
作業台か。ここに置こうか。作業台を置きまして、OK。毎日基地へ戻って設備を増設する機会をが与えられる。手持ちの素材が有限であることを除けば拠点の拡張における制限はない。いいね。では丸ボタンで建築モードを終了しよう。これちょっと残しておきたいな。なんかこのさ、ちょっとこう雑にあるこのスクラップ感かなり俺好きなんだよね。わかる？あとあとまあ一応ね、普通に掃除するだけど、作業台何かできんのかなこれ。何もできないじゃん。現状できないパターンかな。上か。Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... До всего, нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. О, また値探しが急務だと思う。まあでもね、本当にね、愛とはリスク、まあその、いや探しが急務。いやでもここはね、どうしよう、せめて話を聞いた。彼の経験、まあ、豊かなんだからね。経験豊かなんだから。ラッドオリヴェル、ブチパキコ聞こう。ラッド、что ты прислушался? Видишь эту доску за мной? 後ろの黒板が見るか。 Будем использовать её для планирования. これで行動計画を示そう。 Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или то, кого ты ищешь. Каждую зацепку.Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Окей, окей. Мало...この状況で、まあ、リーダーとかは、まあ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 、とりあえずは同意しよう。Ладно, так и поступим. Отлично. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. НАР の武器には生体認証ロックが搭載されていて、我々には使えない。あれもので身を守るしかないな。うわ、何？これは最終兵器として使ってくれ。銃の扱いは知ってるな。お、リボルバーか。もらっておこう。すまねえな。俺はイーグルを信じる。マジか。これが黒板か。ちょっとベッドも作れって言ってたね。どうしよっか。これ一旦動かせるかな。これちょっと動かしたいな。拾う。作業、あ、ここら辺で置くか。なんかどうしてももうフォールアウトのなんだよね。綺麗に揃えたいんだよな。なんかこう作業場とかも全部。これなんだ。これは新しいアイテムのクラフト、あークラフトツール、あ武器、あー全然武器ないね。しかもアンロックできてないし、あとはアーマーもう、うわ物資不足だわ。コンテナは、お18スロット分、あこれだな。あーまたさ、物資が足りない。ガーデニング、結構いろんなもの作れますね。はいはいはい。寝床って言ってた、あ仲間の居心地アップとかもある。基地のステータスをやっぱ上げていかないといけないのかな。明かり欲しいね、これ。明かり欲しいね、これね。ちょっとこれ、これ、あ、でもこれなんだ。
ここに置いてもいいかもしれない。かり。お、キッチンの電力が足りない。発電機を建てるか、電力を消費する設備を解体して、電力消費を抑えよう。マジか。発電機のこのゲーム。よくできてんなぁ。ベッドとかベッド。あ、簡易ベッドって言ってたよね。なくねえか。壁、装飾品かな。違う。うわ。壁。家具、あ、家具か。なんかすっげえ色々あるけど。ちょっとなんか、合成したいね、合成に。電子機器。明かり。ベッドどこ？ベッドないんですけど。マップ上から設計図を取っていくパターンですか？あ、あったね、どこ？全然何も作れねえじゃん。全く作れねえな。とりあえずちょっと色々と。作業台何でこうできるんだ。クラフト、あ、作業台、木を切ったり、基本的な設備を作る能力をアンロックする。あ、これアンロックなんだ。あ、アンロックね。あ、工業用設備を作る能力をアンロック。アンロック式ね。はい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 。オーケーオーケー。分かったわよ、分かったわよ。あとさっきもらった銃とか装備できるのかな。どこだっけ。三角だ。銃を装備。これさ、アイテム、せ、あ、オッケーオッケー。で、ここで銃を装備するには、装備。来た。あれ？ちょっと待って。ここ、あー、ちょっと待って、ショートカット。クイックメニュー。割り当て。ここね。ちょっと分けたいな。ちゃんと分けたいな。ここで、ここだ。ここで、ここだ。OK。よし。わ、銃がまた。でね、腰ダメ打ちはできないんだよ、このね、チェンドブライト。腰ダメ打ちはできなくて、構えて打つ。腰ダメ打ちしたいな。お、あ、なんかある。双眼鏡だ。ミッションもやって。これは、あ、ここ。一日は、計画することから始まる。個人的に行うミッションと、オリビエに委託するミッションを選択しよう。一日に一つのミッションしか完了できないので、懸命な選択を。ほう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 。ここからなら何でも見えるな。そうですよ、見えない。一人では成功できない。でも助けてくれる人がいる。まず何をしたらいいんだろう。オリビエに演説するようを頼むか、それとも自分でやるか。この侵入作戦ボード。原子力発電所に侵入して、ターニャを救い出すために必要な全ステップを、が示されている計画。これから最終終目的だ。これこそが最終目的だ。成功させたければ、万全の準備を整えなければならない。方法、まず準備。集めたチームメンバー。手に入れた道具。行った調査。はい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 。やっていきましょうか。オリビー、イケメンじゃないの。ちょっと日本語わかんないな。Someone needs which our likes. 全然わからん。アントン、アントン死んだもんね、アントンね。あー、読めねー。これに字幕とか入ればいいんだけどね。ちょっとだけでも。あ、グッドハッカー、わかんねえな。まあ、とりあえず、今、準備段階で、
とチームメンバーをあと4人と手に入れた道具あと5個と行った調査をあと 4つ行えばいいんだね。まあ、そこは分かった。какой отсюда вид? Вся зона отчуждения как на ладони. 香港客に役に立つはずだ。Сможем планировать все заранее. Просто дай знать, как будешь готов, босс, и мы начнем. あれ、オリビエどこ行った？オリビエ？いた。まあ、ちょっとミッション行ってみますか。まずはあ、オリビアの成功率もあるね。オリビアの名前の横にあるパーセンテージはミッション成功率をさせる確率を示す。成功率はミッションによって変化し、体力と士気、顔写真のアイコン表示か、これもスキルか、従来のスキル装備にも左右される。医薬品効果、赤い森、プリチャチコ、コパチの武士とか、プリチャチセントラル、医療物資の投下。まあ、成功率が高い、この、まず残り1日しかない、ここ行くか、ここまず1個行かせて、で、主人公はこのモスクワアイかな。モスクワアイ。モスクワアイエリアでトラブルに遭遇した。本部は彼らに医薬品を送るように約束した。私はそれを傍受することができる。とりあえずこれで医薬品をゲットすればいいんだね。準備ができたら R2 を押してミッションを始めよう。難しいミッションに挑戦する際は一度で成功させる必要はない。あなたか仲間が負傷する、拉致される、または死亡してしまう可能性もある。しかし、餓死も同じくらい危険なことを忘れないように。拉致されたり、死んだりすんの？まあ、行こうか。ミッション、スタート。入っていく。この観覧車もね、実際にあるからね、ゲーム内にね。ターニャ。お？モスクワアイ、経過日数1日、午後。基地を出て早速禁止区域にいるときは作成できるものが大幅に変わる。タボタンを早速押して試してみよう。作業をするとき大きな音が出るため危険の多い禁止区域ではリスキーだ。準備ができたら丸ボタンで建築モードを閉じ、ミッション遂行とチェノブイ探索に戻ろう。あれさ、もう敵じゃない？装備でこれか。物資があって銃もある。おっ、何だって？字幕欲しい。ああ、幻覚だわ完全に。字幕がないからちょっと何て言ってるか分かんないけど。誰かいる。これも見学？すいません。必要ね。うわ、もうホラーだわ。目標こっちから 200m。 なんか放射能がまずい。ちょっと放射能がまずいんでこれ以上いきませんね。
あ、放射能のマーク出てるのこれね、ほら、ここ。とか。とりあえず。放射能がまずい。化学薬品。こっちも放射能まずいパターンかな。あー、まずい。ってことは、こっちから大きく回っていく感じかな。カテのロケーションがあるけど、とりあえず今回はこの放射能、まだちょっと現状厳しいから、いろんな物資とかも。なんだこれ。なんか十字架があるけど。ここ上登れっかな。こっち行けない。あ、物資めっちゃあるわ。物資がある、物資がある。ちょ、銃も一応あるしね。こっちか。マップとか見えたっけ。タブボタンじゃないな。タブマップ、あった。あー、見れる見れる。あ、でいろんなこう、こいつってあるけど、まずはちょっと初見のこの、ここ行こうか。まずはね、余計なことせずに。一旦ちょっとまあ、いろいろこう、建築とできるようになって、銃とか作れるようになって、余裕ができたらちょっと、索敵行っちゃなくて、探索に行ってみてもいいんじゃないかな。現状まだ物資がね、全然ないからね。回復アイテムもほぼほぼないから。まずはちょっと、まっすぐ目的地に向かってみよう。あ、でもあそこ火が出てるな。なんかあるんじゃない？寄り道プレイはあかんよ。でも気になるんだよな。あ、これは医療物資かな、さっきの。あ、これか。ちょっと待って。一応銃構えとこう。で、いけるかもしんない。建物もあるな。あ、これか。おお、来た。おーおーおお、いっぱいある。イエス。で、最初のクエスト完了した。戻る準備ができたら、イベントリーの、ポータルジェネレーターを使えば隠れ家に戻る。あーね。あー、ちょっと戻りますか。の前に、周りになんかない？持っていけるものは持っていきたい。持っていけるものはちょっと持っていきたいね。ちょこちょこっと取っていこうか。で、ちょっと、薬品とか銃弾とかもっといっぱい作ってからちょっと探索したいな。持ち物全部ロスとか絶対だからね。まあ、一旦戻るか。うん。なんもないね。一旦戻ろう。まずは一旦戻ろうか。一応こんな感じでね、クエストをこなしていくパターンですな。で、これで戻る。ポータル、日だけ。よし。で、これで1日が完了するね、確かね。あとは建築をしたりとかね、確かそういうこともできるからね。で、眠って休んだりとかね。お、お帰り。このアプローチはうまくいっているようだ。で、ようだぞ。いいこと。絶対の目も引かずに、禁止区域を出てきそうだ。
Ну как успехи? Э, そっちはどうだ? 昔の女を見つけてるからは? まだ原子発電所に戻るつもりか? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. 彼女はあそこにいるって言ってるけどね。気がする。Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно.Но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда... 確かに証拠を集めるべきだ。確かにね。Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. 頭がおかしくなったわけではない。Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ладно.そっちはどうだった確かに。すぐにブリーフィングしよう。その前にいくつか伝えたいことがある。まず自分の役割をしっかりと理解してくれ。あんた俺を雇っていることを雇ってこの倉庫を借り上げた。この基地の指揮官だ。あんただ。お?よって我々の装備指揮官にはこれが。最も重要だが、レーションの管理の責任を負ってもらう。ほうほう。戦略家のように考えることを学んでくれ。ほう。基地を整備し、兵士を面倒見る。それが大事なポイントだ。食料管理とか武器管理とかね、そういうのも全て指摘ってことだね。もう、だから、だから、リソースが限られている。Важно считаться с психологией групп. Выбирать себе любимчиков. Награждать горе бойцов. Игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Наши всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию...いつまでも2人じゃ足りないよね。仲間を集めていく感じだね。Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать. Что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников.Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Апгрейдをして仲間を集めて物資を集める。К делу, серьезно. 楽しそうだ。Именно так. И не забывай, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. Окей. 毎日仲間全員がミッションレポートを提出する。おお。で、ミッションの、成果に応じて、内容で獲得したアイテムが自動的にイベントに送られる。ああ。で、続ける用意ができたら罰を押す。ドリビエさんが、健康で安定してて、で、報酬がもらってきてるね。で、食料配給。仲間はミッションが成功する、ミッションが成功している満足しているか、体力が低下しました。あ、効果、電力が低下している。ああ、電力とかベッド、ああ、そういうのもね。で、食べ物がないと仲間は空腹になり、体力と士気が低下する。ベッドもいるね。仲間一部床で寝ないといけない。ああ、そういうのも低下するのね。で、電力、で、照明がチカチカしていると仲間の精神に悪影響。はい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 。まあ、食料は全然ないなぁ。うわぁ、待って。ああ、マジか。半々で食っていこう。半々で食っていこう。ちょっと、レーション少ないからね。すまねえ。これは限界だ、今の。で、夜の間は基地で新しい設備を建築したり、仲間と訓練したりできる。集めた素材とスキルポイントはできるだけ使っていこう。OK。と。Игорь、пистолет, который я тебе дал, долго путешествовал со мной и уже довольно старый.Предлагаю сделать инструмент для калибровки и улучшить его.オッケー。
Хорошая идея. Я его сделаю, когда будет возможность. Он тебе правда пригодится, Игорь. Окей, окей. А то... 目的地がこっちに。あ、ここで、まあ、一日のベッド。一日終わらせ、眠りにつきますか？ Yes。まあ、これで、まあ、チェンノブライト、一日の流れかな。そして経過日数2日目隠れが朝と、まあこんな感じでね、ちょっとずつちょっとずつ物資を集めて設備を強化して、で仲間を集めてって感じのゲームかな、進めていく感じです。まあ今後どういう展開になっていくのかね。一応仲間も信頼するっぽいんでね、そこも気をつけないとね。いやー、こっからまだまだ何日チェンノブライト経過するのか分かんないけどね。このチェンノブイでどれぐらい過ごせばいいのか分かんないけどね、まあ、頑張っていきましょう。てなわけで本日のチェンノブライトはここまでにしたいと思います。皆様本日もお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければね、次回もぜひぜひ見に来てください。ではね、お疲れ様でした。